俺には不釣り合いだよな。また彼女をやらせちまった。ずっとばあちゃんを騙してたんだ。俺と千鶴別れようって話になってて、やっぱり嫌だったよな。こんなクズの彼女なんて。これが私の仕事。楽しかった。本当の彼女でもないのにこんなことするなんて。レンタル彼女だって言ってんじゃん。水原の浴衣姿パネー。うん、乾杯。乾杯。別にいいじゃない。この部屋で寝ればいいじゃない。なんであそこまでして俺を助けてくれたんだ。俺はただの客なのに。もっと知りたい、水原のこと。なあ、やっぱり別れたって言わなきゃダメか。なんか変なんだよ。水原といると変われるっていうか、成長できるっていうか。許されるのならレンタルしたい。借りたいんだ君のこと。いいよ。もう少しだけレンタルされてあげる。ニューシングル告白バンジージャンプ9月2日発売。